僕のことうまく愛せるのは君しかいないんだって分かって悔しかったんだけど先入観って自分にもあるねどうせダメさなんて自爆もせずに振り出しに立って途方に暮れても初めの一歩で救われてみる君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいい